嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。皆さんこんばんは、千尋でございます。今日もエルダースクロールズオンラインのエボンハートバクト編の続きの方をやっていきましょう。前回このね、今いらっしゃる同胞団の、本拠地らしいんです。この年代のね、どこだったっけな、ファローストーンの間、ここはリフテンのこの辺りだね。だから坂上がってきたところだよね、こんなところにこの年代では同胞団の、まあなんつうの、宿舎というか、本拠地があるんだと。でスカイリムの年代ではね、まあホワイトランにあるんですけど、まあそこに移ったんだろうね、きっとね。もしくはこう何個かあんだと。同胞団っていうのも一つじゃなくて、まあ何個かに枝分かれしてるみたいなのもあるのかもしれない、もしかしたらね。さてじゃあ今日もストーリーの続きの方をやっていきましょう。賢者スバリの誕生っていうところからね。ここにいます。スカルドのスバリ。あ、その前に食事食べよう。ティロラが亡くなったなんて信じられない。あなたが彼女の後任になるの？そうなるといいけど、賢者ティロラはソブンガルデに旅立った。ファローストーンには賢者が、同胞団の功績を記録する者がいるべきよ、でも私はまず自らの力を証明しなければ。なるほどね。何が必要なんだそれには。未来の賢者は一人の仲間と共にファローストーンの祠で祈りを捧げなければならないの。二人の前には前世紀の500人の同胞団の幻が姿を現すはずよ。この祈りのビーズを受け取って一緒に来てくれる？慎んでそうしよう。イスグラモルの息子ユンゴールの話から始めましょう。祈りのビーズを使う。遥か遠いアトモーラから我らの王であり父でもあるイスグラモルが500人の同胞団を集めた。弟のユルガーと私は聖なるものであること。我らは強大な艦隊に導かれ、アトモーラから海を渡り
スカイリムの海岸へやってきた。上陸の物語は私が語るべき話ではない。弟のユルガーに譲るとしよう。父の右手である兄ユンゴルが海を渡っている間にひどい嵐の犠牲となった。主イスグラモルと私は嘆き悲しみ、弱まった軍隊をスカイリムの海岸へと導いた。なるほど。次はユルガーの祠よ。彼はノルドの勢力がスカイリムからエルフを一掃した際に、ユルガーの最も偉大な業績の一つはイスグラモルの死後その指導力を見事に受け継いだこと。彼の威厳がなかったら同胞団は崩れ去っていたでしょうね。これね、セリフの途中でぶった切られて次のセリフ言ったりするでしょう。これ一応ね、海外のね、セリフの間で切られてるわけよ。うん。だから、向こうのね、英語でね、言い終わっちゃったら次のセリフ言っちゃうわけ。っていう感じなんですよ。だから英語の尺に、日本の尺そのまま入れちゃってるから。日本の尺が長かった場合、その途中のやつはもうぶった切られて次のセリフ言っちゃうっていう。これ直してほしいよね、本当に。まあいいでしょう。まあ一応ね、だからそういうこともあるから、ご覧の通りね、ログに残るようにしてあるんですよね。さっきだからこれだね。イスグラモルと共に同胞団を率いた人物よっていうのが、ぶった切られちゃったね。この、エルフを一掃した際にイスグラってぐらいとこから多分切られてると思う。うん、まあそんな感じなんで、ちょっと申し訳ないですけども。あれなんか切られてるなと思ったらこっちのログ出してますんで。こちらの方ちょっとご覧ください。よし、じゃあ次。な、どういうこと？ユルが手出さない。勝手に二人死んだけど。我々の刃の前にガラスのごとく簡単に破れ去った。うん、簡単に破れ去ってたんだ。やがて手出してないから、ね。主イスグラモルの同胞団の盾と剣に守られて、アトモーラから来た人々がここに根付いた。そして我々は繁栄し、導きてイスグラモルの名声はタムリエル中に広まったのだ。最後は私たちの導き手イスグラモルの祠。彼は同胞団をスカイリムへ導き、最強の王のウースラドを手にしたイスグラモルに誰も立ち向かうことはできなかった。そしてすぐにただ一人スカイリムの巨人族のリーダー恐怖の半巨人シンムールだけはウースラドとイスグラモルに対抗してきたわ。なるほど。これはシンムール。巨人シンムールさえもイスグラモルとウースラドの力に敗れた。つまり同胞団の前に敗れない敵はないのだ。なるほど。なんかあれだね、安っぽい寸劇見せられてる感じだね。これが起きてたんですよ。だからこれを見なきゃなんないっていう決まりなんだよね。助けてくれてありがとう。ビーズを返してくれる？うん。同胞団よ、喜び讃えよ。スカルドのスバリが政治の座を継承する。スカルドのスバリ、
君の勇気と知恵と力を称えるためにみんなが集まった。君こそ次期政治にふさわしいことが証明。同胞団の教義を守り、命を懸けてファローストーンの間を守り抜くことを誓うか？誓います。ここにスバリをファローストーンの間の同胞団の政治に任命する。なんか見栄えが変わったぞ、スバリの。人生のすべてをこのために捧げてきたの。あなたがいることを誇りに思うわ。うん、力になれてよかった。ここでのあなたの活躍を記録することがファローストーンの間の賢者としての私の最初の仕事よ。本当にいいね。同胞団ならこの挫折から立ち直れるわ。ビグロットと私がいれば大丈夫よ。うん、じゃあ頼む。よし、ウースラドは取り逃がしたままなんだね、そういえばね。さてと、ベルニムの森へ行こうか。そんなにないね。よし、じゃあ行きましょうか、次に。多分これあれだね、半時計回りにぐるって一周して最後リフテンってことだろうね。どうした？どうした？どうした？何もないんか？近寄ってきたけど。ベルニムの森から知らせが届いた。ああ、君か。おでこ汚れてる子。拭きな、ちゃんと。綺麗な顔してたのに。よし、行くぞ。値引きと共に歩くもの。もう根っからの商人なんだな、君は。あなたとは出会う運命だったんだわ。本当に。うちは安いからお財布にとっても嬉しいの。それがあなたの運命なのよ。ありがとう。ちょっとじゃあどうしようかな。これちょっとどうにかしたいな。今ねちょっといろんなものをラリちゃんが扱ってる状態だねこれね。まあでもまだラリーじゃん、あと60ぐらいあるから、まあこのままでいいか。ちょっと何も買うもんなかった、ごめん。よし、じゃあ道はどっちでもいいのか。ここだ。どこにいる？いた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 。バーマンド。王者の矢か。そうだ。あえて嬉しい。ベルニムまで先遣隊を率いてきたわけではないのだな。そうだ、一人で来た。さあ、助けが必要だという話を聞いただけだ。食べ物と家が必要なものがまた増えた。バカな真似はするなよ。援軍を連れてきたわけではないのだな。いや、援軍を待ってんのか。数時間前のことだ。私たちはろくでなしのストラルを追ってベルニムの森に入った。だがリーチの民は、奴らはこんなことは予想していなかった。虫の教団だ、奴らがいるんだ。虫の教団、マニマルコのスカイレムにいるのか。状況は悪化している。奴らは何かをしようとしている。あのリーチの民にな。うん、なんか良くないね。私はここを通る兵士たちの監視をしなければならない。良くない組み合わせだ。協力する気があるならダジャヒールや百人隊長と話してみてくれ。幸運を祈る。分かった、報告しよう。ここキャンプか。ここはいいよ。ダジャヒアルゴニャンか。ベルニムの森へようこそ。
暗き水が川に流れている。どういう状況だ。知っているのはこれだけ。ストラルと精鋭の戦士たちを森まで追跡した、うん、森に入るとすぐにフードとローブを見た。虫の教団がここにいるのか。その通り。私たちは守れる場所を見つけて今のところは抑えているけど、何がどうなっているのかわからないなぜリーチの民たちがここに。どうして教団と関わってるの。捕虜は尋問済みか。あらゆる手段を試してみた。中には誇りに思えないこともある。シャドウフェンで仲間になった秘密任務に携わっている密偵のベルロンが選択肢を2つに絞ってきた。残酷な方法と少しマシな方法よ。残酷な方法とは。この魔法の探検で魔力によって鼓動を続けている信者の心臓をえぐり出せる。心臓は信者の死体を一時的に蘇生させられるわ。そして知っていることを教えてくれるの。なるほど。マシな方法とは。この飾り玉で信者たちの記憶を集めることができる。玉を使ってから殺して、ベルロンは蓄えた記憶を見られる。きっと信者と話すストラルの姿が見えるはずよ。なるほど。どっちも殺すな。じゃあ、マシな方法を選ぼうか。これが玉よ。生きている信者に玉を使って、それから殺して。最後の記憶が玉に流れ込むわ。ストラルの記憶を確実に得るまで、何回か繰り返さないといけない。なるほど。残酷の方は死んでるやつを一回生き返らせるだからね。まあやるしかないのか。やろう。傷がひどい。こんな傷がどうして。あそこに石膏がいるぞ。あれ？ダメだった？もっとうまくやらなきゃダメ。見つかんのかい？回り込んで。ご丁寧にどうも教えてくれて。行きます。飾り玉、お前飾り玉使ってから。よいしょ。あ、使ってない、使ってない。動いちゃダメなんだこれ。死んだな。最初のやつだけはやれたね。あー動いちゃダメ、動いちゃダメ。横に移動。よし。みんな教えてくれるね、自分の次の手段。はい、よし、もういいだろ。横から狙って。よっしゃ、あと2つ。飾り玉。あと1個。2人組はめんどくせえな。なんだ、やられてんのか。めんどくせえとか言ってる場合じゃなくなっちゃった。いないわ、一人のやつなんて。あ、見つかってない。よし。あれ？見つかってねえな。なになになに？今の、今の何？何今の？球体をベルロンに渡す。グレナンブラにあるスタと同じだな。
これか。ベルロン。また一人やった。信者はあっという間に死ぬな。弾はここにあるぞ。よくやった。しかも記憶が詰まっているな。君に記憶を盗まれた信者の誰かがストラルと話をしているといいな。もし話していれば今ここで何が起こっているのかわかる。なるほど。これはサリクはリーチの民が巨人シンムールを話すことを喜んでるんだ。サリク、彼は司祭が我々に儀式を執り行っている間ベルニムの森を君に護衛してもらうことを望んでいる。儀式によって何が起こる？残虐の王の能力を自分たちの中に取り込むのだ。森のあらゆる場所で俺のリーチの民が変貌させられている。俺は中央の遺跡の中でその儀式に立ち会う予定だ。なるほど。墓の歌い手暗黒と似てるね。まあいいか。ダジャヒール、わかったぞ。虫の教団がここにいる理由はわかった？虫の教団はリーチの民に闇の力を吹き込もうとしてる。ストラルは遺跡にいるぞ。まるで川が黒くねじれているよね。どういう意味？遺跡を調査するために部隊を送るわ、うん、汚い仕事だったけどあなたの助けには感謝してる、うん、ベルロンはキャンプを離れた。もっと調査が必要だとか言っていたわ。現場に行ってダークエルフを探しできる限り彼に力を貸してあげて。分かった、彼を探そう。あ、違う。大丈夫か？ダメだ、当たらん。ところに一人で来て大丈夫か？あれを見たか？ベルニムに集まったリーチの民が残していったんだ。この剣はどうする？この剣についてはもっと調べねばならない。幽霊たちはカリクス・ソーンタングの名前を繰り返し呼んで、ごめんな話の途中でね、殺して心臓を奪って持ってくるのだ。心臓にこだわっているようだけど、あの心臓を突き刺してなんかなんだ、蘇らせて喋らせるみたいなひどいやり方を提案してたしね。心臓好きなのかな。心臓にこだわってるようだけど。治療術のエネルギーは心臓に集まる。なるほど。生命と死のありかだ。人について知る必要があることは全てその人の心臓から知ることができる。うん、ちょっとこだわりすぎか。気づいてくれた。資料術に興味があるんじゃないか。気をつけろよ。次のね、エルスウェアっていうね、なんだろう、追加ディスク、そこではね、新しいロールじゃないわ、クラス、うん、っていうのがね、追加されます。それがね、ネクロマンサーっていうクラスなんですよ。それはもうね、ネクロマンサーご存知ですね。資料術師。ごめん、ジョイチ。散開して。散開しないで。集まってて。今だ、回り込め。突撃せよ。はい、ケイケイ。よし、もういい、強行手段だ。さらによ。よし、カリクスの心臓を手に入れたんだな今な。ありがとう。
他の儀式も同じように止めなければならない。全くその通りだ。同じように心臓を集めてくれ。また心臓集めて。強力なマジカの放出を感じる。もっと集められればストラルにとどめを刺せるかもしれない。私は野営地に戻って調べておこう。分かった、心臓を集めてくれよ。結構散らばってますね。一人でいるやつは。あそこにいる感じするな。いや違うな、その辺りにいるぞ。まずこいつを片付けよう。ここでやってる感じなんだね。気づかないのか君たちは。ここじゃなかった。あ、あの中じゃない。あの中関係ない。え、なん、何あれ。これこれ。やべえ気がする。やべえ気がする。こうだな。そっ。しばしがあるじゃん。友達の間でたかるって。ちょ、ウル危ない危ないやめなさいよ、そんなとこに。あれか、関係ないやつだった。はいはいはい。いや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 。スタミナがない。スタミナ吸われてく。
壊するな。OK か。これを。あ、まだ一人いる。これか。これだね。ちょっとね、もういい加減多分装備的にしんどくなってきてんだよね。ね、40の装備でしょ。47のラリちゃんはちょっとしんどいっすね。橋を渡ればよかったのか。宝箱か。取れなかった。はい、取れた。彼の新しい弓は見た？ずいぶん高かったな。いるな。ベルロンと話す。キャンプに行けばいいのか。だね、ここに見た目ほどひどくはない。いた。いいよな。戻ってきたな。血の滴るプレゼントを持って。さすがだ。そうだな。おお、グレイブボーンの心臓ここにある。ありがとう。このねじれた鶴のような悪鬼たちが役に立つはずだ。なるほど。森の中心に遺跡があるのに気がついた。うん、なんか怪しかった、ね。血の多いと暗闇は。見たよ。少女はそこを通り抜けられないんだ。だが幸運なことに死者ならばそれが可能だ。何が幸運だ。あ、話終わっちゃった。嘘は言わない。こういうのは好きじゃないだろう。今日救った命のことだけを考えろ。ちょっと待って、気になるな今のセリフ。これでもこれを終わらせちゃったらまた最初からなるの。これを飲めみたいなことなんでしょ、きっと。嘘は言わない。おお、死者になったな。ビベクのような勇敢さだ。素晴らしい。ビベクはこんなことしない。何か言いたいことがあるのだろう。マイソーヌの通過できるのか。もちろんだ、そう考えている。
お前は数分前よりずっと死者に近くなった。そうね。これで死の覆いを通過できる。それかどうする。遺跡の再加造に死の覆いに力を与えるトーテムがあるはずだ。それを破壊し死の覆いがなくなれば少女でも遺跡に入れる。なるほど。戻す方法はあんだろうな。話しかけてみようか。具合が悪いのか。ずいぶん痩せたように見える。そう、それしか見えないか。初めて見る顔ね。気に入るかどうかは分からないけど。気に入りはしないだろうな。傷が、どうしてこんな傷がついてるんだ。あれだね。ちゃんとスニーク、骨でもちゃんとスニークするんだ。を壊すと行きましょう。聖者でも入れると。うん、戻してくれるんだろう。もちろん死の覆いがなくなれば追って中に入れる。教会の周囲には多少死者がいるだろうが、それは俺が引き受けよう。魔法使ってこの後の戦いで助太刀してくれないか。もちろん。なんで今まで思い出さなかったんだろう。さあじっとしていてくれ。これを終わらせよう。戻った。リーチの民はタムリエルの文明を持つ人々には下劣な野蛮人だと思われている。彼らは八大神を捨てエドラのすべてを預けり、代わりにデイドラへの参加を歌う。信仰はクランごとに異なるが、最も人気があるデイドラは闇の性質を持つ魔法の源であるハーシン。なるほど。ライリーちゃんだ。グレイブボーンを倒す。倒せばいいのか。気をつけて。お、段階を追って来てくれた。ありがてえ。何かあるぞ、あそこに。何かあったわけじゃないんだ。このろうそくが輝いてただけだった。だぞ。まずは私から。おかしい。体がうまく動かせない。わしの力を思い知れ。彼はベルロン副隊長を殺…やられたわ。嘆いている暇はない。彼を殺して。虫の教団の贈り物がリーチを復活させますように。
死ねえ。死ぬのはお前だ。死ぬのはお前だ。俺の負けだ。上まで戻りましょう。誰がやられたんだ今。下か。今日ね、6時からメンテナンスがあるということなんで、あんまり長めにやれない。その弥一に報告するは徐々に入れなかった。あ、もう制圧されてる感じすんな。よしよしよし。アルゴニアンの隊長やられちゃったのか。あそこを切り抜けられるとは思わなかった。ダジャヒール、ベルロン、勇敢に戦ったじゃないか。百人隊長に、いえパクトに、ストラルが死んだことを知らせるわ。あの怪物を倒せたのはダジャヒールとベルロンが犠牲になってくれたからよ、うん、彼らのことは決して忘れないわ。そうだな、幕を通り抜けろ。百人隊長グジャキル。やってくれたな、王者の矢。ダジャヒールとベルロンはきっとモーンホールドの名簿に記載されるだろう。みんなのことを考えると気が狂いそうだ。楊騎士の上のインクになってしまった、うん、次はどうする。百人隊長、西の住人たちに危険を知らせなければならない。お前のおかげでストラルとリーチの民の脅威は去った。だが虫の教団の方がはるかに危険だ。確かに。どこから始めればいい。ニマルテンだ。ニマルテン。フィオラ重視は勇敢で聡明な女性だ。それに彼女にはラグドヒルの他の地域を守れるだけの力がある。町に着いたら衛兵を捕まえるんだ。彼らが目的地まで案内してくれる。わかった、早速取り掛かろう。百人隊長、フィオラの戦場での活躍は目覚ましかった。君が信じそうもない話も聞いている。百人隊長はこの後何を。死者にリーチの旅、今度は虫の教団か。家族の安否を確かめたい。うちは南の方に小さな農園を持っていてね、始めたのは妻の父なんだが、機会があったら立ち寄って挨拶してやってくれないか。私の使いだと伝えてくれ。妻が作るスイートロールは絶品だぞ。嫌な予感がするけどね。農園この辺りなのかな。まあとりあえず次行きますか。20点ね、ご覧通りラリーちゃんの家のすぐ近く、じゃあ今日は20点に行ったところで終わろうか。いや、20点、まあそんなね、いろんなものが揃ってるようなところじゃないんだけどね、ちょっとのんびりできるというか、この、なんて、和むような、いい村なんです。
当にちっちゃい村なんだよ。スカイリムで2マルテンは何があったかな。ちょっとなんかあれだよね、 NPC いたよね。リバウトじゃねえや、あのなんだっけ、そうだ、イバルステッドからちょっと行くと、あるなんだろうな、盗賊とかが、本来であれば盗賊とかがこう根城にしてそうな、こうちょっとなんだろう、高い建物なんですけど、そこに普通に村人みたいな感じで住んでる人がいてっていう感じじゃなかったかな。ちょっと一回家に寄ってきますか。オータムゲートハウジングリフトの中心、生き生きとした小さな町にマルテンの郊外にこの頑丈な秋の家は建っている。大きな暖炉はスカイリムの冬を耐えられるほど暖かく、石壁はとろろを寄せつけない。素晴らしい家です。これは違うけどね、この2階建ての、あのアートはあのもう一つ上の大きさのスカイリム様式の家だとこの感じです。まあ、あんまりでもね、ここを紹介する、放送で紹介するみたいなことなかったかな、そういうか。まあ、ここにあのね、あの標的をアルゴニア。ここで DPS 測ったりできると。すみません、しゃっくり出た。で、ここに、ね。あれ？ちょっと待って。反応しなくなっちゃってる。はい。これで大丈夫か。あれ？盗賊。あれ？ちょっと待ってね。なんで？ちょっと一回分かりやすいとこ。なんだ？出てくれないんだけど。ちょっと待って、これね、まあ、ご覧の通りムンダスストーンです。で、まあ、私なんかはね、盗賊をよく使うんで、まあ、家に1個置いといてね、新キャラなんかできたときに、じゃあちょっとムンダスストーンつけようかなってなったときは、どっか冒険するとかじゃなくてね、普通に家に帰ってくればね、まあ、盗賊ぐらいはつけれるぞと。で、ここが火事台。まあここでいろんなものを解体したりして、ね、作ったりしながら、あれ、はい、快適精度のレベル4はいいね。売ってじゃねえ、解体して、あとは鍋。はい、あ、ちょっと待って、加工してない。お、合金焼き戻し出てきた。ありがてー。うん、オッケー。あとは、まだか、はい、解体パク
トの印象。あ、できるんだこれ。うん。で、まあ、家事はこんな感じ。家事と彫金だから、金属系はここでやると。ね、ここも、こんなもんもともとないんだけど、自分で、ね、ブロック積んで、中に焚き火入れて、うん、っていう感じで、自分なりに作ってみたという感じ。で、ここで、駆食台なんで、ね、リスタイルここでできますと。で、まあ、編成ポイント貯まったら、ここでね、自分の特性を、まあ、好きに変えたりとかもできる。ね、ここで。これは別になんも、ここでなんか作業するよとかね、いう感じに見せてる。で、上に上がると、ここに木工台と、川の仕立て台があるんで、ここで。まあ、川細工で、物作ったり解体、まあ、大体ここではね、解体するのが主な。作業かな。まあ装備結局はね、セット装備作るから、基本的にはね、作るとしたらね、まあなんで自分家で作るってことはまあないですけれども、まあこうやってたまったものをね、まあ、自分家でね解体するみたいなことはたまにすると。解体ないもの、そうはないけどね。あ、これはちょっと残しとこう。ネッチのローブどうしようかな。まあいいか。こうやったよね。とまあ大体家に戻ってきたらこんな感じのことをしてますよと。スバリの杖はイスグラモルのセットなんだね。ちょっとの、あ、でも別にな、レベル47だしな、戻しといても。氷床の塔の杖。へえ、これは残しとこう。うん。と、まあこんな感じですね。中に入ると、まあ、こんな感じ、ね、ウルがここにいると。で、クヌちゃん、ちっちゃいカーソルフで、ここではね、なんだろう、装備を入れておける。これそのうちラリちゃんに着せようかなって思うやつ、この中に入れてたはず、確か。こっちはサマーセットで手に入る、なんだろう、レイドで、お、ちょっと待って、電話かかってきちゃった。はい、すみません。サマーセットで手に入るレイドの装備が、まあ、ここに大体集められてる感じかな。うん、ご覧の通り。で、まあ、こっち来ると。まあ、ここでご飯作れる。ご飯作れるんだけど、暖炉の中にラギちゃんが入っちゃうって。これ一応調理の火が中にね、入っちゃってるから、
やるとなったらちょっと入り込んじゃうんだけど、ちゃんと暖炉でご飯作れますよと。前はね、あの暖炉の火ではご飯作れなかったんで、ここにちょっとね、あのまあここに名残があるんですけど、ブロックがねあるんですけど、これブロックもうちょっと張り出してて、その上にね、あの焚き火をまあ置いといて、ちょっとまあなんだろう、かまどっぽくしといて、まあそこでご飯作るみたいな感じで踊ってたんですけど、まあ今なんだろう、サマーセットの追加でちょっと暖炉のね、こういうあの焚き火に調理用の、あ、調理を作る、ご飯作る用の、なんだろう、アクションが、ついたやつがね、販売されたと、まあ、いうことなんで、ちょっと課金して買いました、これ。やっぱ暖炉でね、ご飯作りたいっていうのはありますから、こんな感じでね。で、まあ、こっちにはヌジメと、ね、アンドロモさんがいるから、物預けたりとか。どうも。どうも。ご飯。ご飯を預けとかないと他のキャラが食べ物に困るみたいな今問題がちょっと起きてますね。あ、これは違うのか。びっくりした。アイテムいっぱいかと思った。これと泥とした鈴木。これはな、緑のがいいんだ。青から入れてやる。あ、でもこれだけだったら持ってんの。あ、ラリジャンじゃないのかな、持ってんの。どんな感じだな。ちょっと今食事がなくてね、作るかと思って、まあ、でいらないものは縫い締めに売ってお金にすると。で、ここは、補充台があるんでね、富士と錬金は別にどこで作ろうがいいからね、まあこんな感じですよ。まだあのクリスマスの飾り付けのままだけどまあいいか。とまあ私のハウジングこんな感じです。あのね、あんまりごちゃごちゃさせてもっていうのがある。家具を揃えるのちょっとお手軽じゃないんだよね、このゲーム。まあ、なので、まあ、あるものでなんとかしてるよと。まあ、こだわってる人は多分すごいこだわってるんだろうけど、私はまあ、あんなもんです。今のところで割っとけばよかったな。まあ、いいか。あ、ほら。あと15分でメンタに入りますんで落ちてくださいって。6時からね、日本時間6時からメンテナンス。平20点は橋を渡ったと。というわけでここが20点、なかなかいい町でしょ。町というか村だ。すごいいい雰囲気なんですよ。ここが好きなんです。ここにいるから。ここはでもね、何がある。魔術師ギルドと家事代調理はあるんだね。木工作業とかはないんだ。まあでも自分家でやれますか、それはね。よし、というわけでじゃあ今日はここで終わりにいたしましょう。どこがいいかな。ここでいいか。はい、長時間のご視聴ありがとうございましたね。次回の放送もよろしければご視聴の方お願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんさら。お疲れ様です。
Thank you.